ゲオルク・カール・フリードリ・ヒビルヘルム・ホン・キュヒラは、ドイツの軍人。最終階級は、陸軍元帥。第二次世界大戦で、軍司令官や軍集団司令官を務めた。ハーナウ近郊のフィリップス・ルーエ城に、将校の息子として生まれる。19歳で、第一ヘッセン大公野戦方兵連隊に入営。翌年将位に任官し、ハノー・オファーの騎兵学校で教育を受ける。 1910年に中尉に昇進。プロイセン陸軍大学校で学んだ後、1914年はじめに、ベルリンのプロイセン参謀本部付に転属となった。第一次世界大戦では、中隊長を務めて、第一級鉄十字章を受章した尉に昇進。その後参謀本部付を経て、終戦まで、第206不評師団や、第9交尾不評師団の主席参謀を務めた。 終戦直後は、クールランと旅団参謀として、バルト三国での紛争に従軍。バイマル共和政下でも軍に残り、第一軍団参謀に転属。1920年に国防省教育部に短期間務めた後、1920年代を様々な教育部門での役職で過ごす。この間1923年に、少佐。1929年に、中佐。 1931年に大佐に昇進。1932年10月、東プロイセンの法兵指揮官に就任。1934年4月に少将に昇進した後、士官学校監察官を務める。翌年中将に昇進。半年の軍事裁判所副総裁を経て、1937年に法兵大将に昇進し東プロイセンの第一。 軍団司令官に任命される。1939年3月、ナチスドイツがリトアニアを同括して割動させた、メーメル地方への進駐に従事。第二次世界大戦が勃発すると、第三軍司令官に任命されポーランド、進行作戦に従事。この選考により、騎士鉄十字賞を受賞。しかし9月22日に、ワルシャワ郊外で全陸軍総司令官。 ベルナーフォン・フリッチュが戦死してその葬儀が行われた際、フリッチュの悲鳴を批判する発言をしたため、司令官を更迭された。しかし陸軍総司令官、バルター・フォン・ブラウヒッチュの介入で、すぐに第18軍司令官に任命された。レイバル市街を観光するキュヒラー翌1940年の西方電撃戦ではオランダを占領し、その先行により7月19日に、 上級大将に昇進した。翌年始まった独祖戦でも、北方軍集団に属する第18軍を指揮。更迭された、ビルヘルムフォン・レープの後任として、1942年1月17日に、北方軍集団司令官に任命された。北方軍集団司令官として、レニングラード包囲戦を指揮し、同年6月30日、元帥に列せられる。 およそ2年間にわたり、北方軍集団を指揮したが、1944年1月に、ソ連軍がレニングラード包囲網を破ると、ヒトラーにより司令官を更迭され、囲碁軍の指揮を命じられることはなかった。戦後は、戦争犯罪人として、ニュルンベルク継続裁判の一つ、国防軍最高司令部裁判にかけられ、懲役20年の判決を受けた。後12年に減刑され、 1953年に、バイエルン州のランツベルク監獄を出所した、陰性先のガルミッシュパルテンキルヒエンデ死去。ありがとうございます。